赤坂三つけ駅は東京都港区赤坂3丁目にある東京地下鉄の駅である。港区最北端の駅である。銀座線と丸の内線の2路線が乗り入れ、各路線ごとに駅番号が与えられている。丸の内線で港区に立地する唯一の駅でもある。また、有楽町線、半蔵門線、南北線が乗り入れる長田町駅とは改札内で連絡しており、 運賃計算上は同一の駅として扱われる。そのため、当駅発売の乗車券で、長田町駅の改札からの入場も可能で、その逆も可能である。また、定期券の場合は、当駅発着の定期券で、長田町駅からの入り、出場も可能である。また、当駅、長田町駅と隣接する、ため池山農駅、国会議事堂前駅間、青山一丁目駅間、 四谷駅間を含む定期券は、それぞれ当該区間に限り連続して並走する、どの路線でも乗車することができる。なお、当駅と長田町駅を合わせると、東京メトロの路線が一つの駅にご路線乗り入れる、ことになり、これは、同社の駅としては最多である。数百メートル離れた赤坂5丁目に、千代田線赤坂駅があるが、開業は当駅の方が先である。なお、 赤坂駅との乗り換え駅の扱い離されていない。銀座線渋谷方面駅と丸の内線、小木久保方面駅ホームが地下1階、銀座線浅草方面駅と丸の内線、池袋方面駅ホームが地下2階にある。いずれも島式ホーム形状のため、同一方向の乗り換えは同一ホームで可能となっている。当駅は東京高速鉄道時代に、 丸の内線の建設を想定して、上下2層構造の同一方向ホームとして建築されていた。しかし、戦後に改めて丸の内線を建設することになると、当時の規格では狭すぎるため、主に丸の内線側の構築を改造することとした。ホーム福院4.85メートル、ホーム延長80メートルから、ホーム福院8から11メートル、ホーム延長は、 銀座線側96メートル、丸の内線側120メートルに改築した。丸の内線側の旧構築は約1年かけて取り壊し、新構築を施行した。この拡張工事にあたって、下水口が約120メートルにわたって、駅構築に支障することから、下水口の移設作業も同時施行した。両線のホームには可動式ホーム柵が設置されている。 当駅のため池さんの国会議事堂前よりに銀座線から丸の内線へ車両が転線できる連絡線が存在し、丸の内線中野工場での銀座線車両の検査、整備のための改装などに使用される。ただし、車両の寸法は丸の内線車両の方が大きいため、この連絡線を通って相手側に乗り入れられるのは銀座線車両のみである。 この連絡線を経由して、銀座線から丸の内線直通の臨時列車が運転されることがあり、例として2010年5月2日には、映画、仮面ライダー仮面ライダー仮面ライダーザムービー町、電号トリロジーとのコラボレーションで、銀座線上野駅から当駅の連絡線を通って、丸の内線中野富士見町駅へ至る、メトロ電ライナー号が運転された。また、 銀座線01系車両に営業運転終了、運用当時、当駅で同車両との誤乗者を防ぐ目的で、丸の内線02系車両には、客用扉、客室側窓上部に赤い細体が配されている。その他、銀座線01系車両の行き先表示器には、当駅泊まりの表示が存在した。営業運転にて表示された記録はない。出入り口は、 ベルビー赤坂に直結しており、エスカレーターを併設しているほか、赤坂地下歩道を介して、港区元、赤坂、千代田区清井町方面からも直接行くことができる。また、丸の内線ホームの四つ屋寄りにはエレベーターが設置されている。配線図全ホームで、スイッチ制作の発車メロディを使用している。当駅と長田町駅の間は、当駅地下2階と、 半蔵門線ホームの生端を結ぶ上り、下り数階を要する地下通路を介して、接続されている。このため、当駅から有楽町線、または南北線へ乗り継ぐには、半蔵門線ホームを経由することになる。改札階乗り換え、最も主便な駅改正火災対策基準に基づく、火災対策として、避難誘導設備と廃煙設備を整備する駅、改良工事が行われ、 2010年8月28日より、山農家方面改札口及び11番出入り口の共用を開始した。火災時の避難経路を2つ確保するため、新たに、ため池山農、国会議事堂前よりの地下3階に改札口、コンコーストイレを設置し、プリデンシャルター敷地内に出入り口が、外堀通り西側歩道上に、エレベーター専用出入口が、それぞれ設置された。 また、増設された改札口と各ホーム間を連絡する階段及びエレベーターも設置された。さらに、これらの工事と合わせて、ホームホーム側壁、季節改札口のリニューアル工事も行われており、2011年春に完成した。なお、丸の内線ホームには更新工事に合わせて、広告を流す液晶ディスプレイが設置された。 近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。最寄りバス停留所は、赤坂三つ駅前、赤坂エクセルホテル東急、東京ガーデンテラス清井町、ザプリンスギャラリー、東京清井町となる。以下の路線が乗り入れ、富士エクスプレス、東京空港交通、西武観光バスにより運行されている。 都営地下鉄大江戸線の全線開業より、前においては、東京都交通局により480系統、茶81系統、492系統が運行されており、当地には赤坂見つけ停留所が存在した。注釈出店。ありがとうございます。